どうも、マサダイです。今日はですね、押し入れの中から見つけ出しました。僕が遊戯王やってた頃の最強デッキが見つかりました。デッキのスタイルはですね、これです。ブラックフェザー、そしてシンクロカードをよく使ったシンクロデッキ。これが僕の多分最強なんじゃないかなって。一番ガチで作った感があるようなデッキです。懐かしいね。このシンクロモンスターね、僕のちょうど遊戯王やってて最後らへんの後半だね、人生、遊戯王人生の中で後半にやってきたシステムなんですけど、チューナーと、チューナーではないモンスターの星の数を足して、シンクロで召喚できるという、まあ融合っぽいんですけど、融合のカードとはまたちょっと違うね。というなんか新しいシステムがちょうどできたんです。そのシンクロモンスターの中でも、結構強いっていうかね、やばかったカードがこれ、ブリューノク。大変だよねこれ。すっげえいい効果なんです。手札1枚捨てて、なんか相手のフィールド上のカードを1枚手札に戻すみたいな、そんなような効果だった気がする。なので、僕の闇のそのブラックフェザーデッキには非常に有効でした。そしてシンクロモンスターの代表といえば、主人公が持っていたスターダストドラゴン。懐かしいね。そしてこのブラックフェザーですね。僕がやってた時はシルバーウィンドウで終わったんですけど、まあその後結構ブラックフェザー出たんですけど、僕はここまでで終わってます。というわけでこの、まあ6枚あるけど、この3体です。で僕はブラックフェザー終わってます。で、僕のちょうどやってた頃一番高かったのはこのカードかな。多分ブラックフェザーでこのカードが高かった気がする。白っ子半端なく高かったような思い出があります。以上が僕の最強デッキです。師匠が作ってくれたんですね。師匠本当に感謝してます。もう師匠がいなかったらね、もう遊戯王ここまで極められなかった。それじゃあまた会いましょう。バイバイ。